常に人に笑われてきた、まあ、歴史が、まあ、悔しい歴史が僕の中にはあるので。世界最多安打記録を塗り替えたイチロー選手はその節目節目で私たちの心に響く数々の名言を残してきました。メジャー1年目に新人王と MVP をダブルで受賞した時は、結果よりも自分自身がこう自分の力を出せたかどうか、まあ、これの方が大事なことなので。しもたまわく、大事なのは結果よりも自分の力を出し切れたかどうかだ。さらに日米通算4000本安打を達成した時に残した名言がこちら。4000を打つには3999本が必要なわけで、まあ、僕にとっては4000本目のヒットもそれ以外のヒットも同じように大切なものである。し、のたまわく、何よりも大切なことは一つ一つの積み重ねである。そしてマーリンズに移籍した時には、これからも応援よろしくお願いしますとは僕は絶対に言いません。応援していただけるような選手であるために自分がやらなくてはいけないことを続けていく。し、のたまわく、応援はお願いするものではない、応援するに値する存在であるか、それが重要だ。その後この名言は槙原敬之さんの名曲にかけて T シャツにもなりました。応援してくださいなんて言わないよ絶対。音程が、音程が。メモをよく見ると背中には応援よろしくお願いします、さりげなくオチをつけていました。そんなイチロー選手の言葉は子供たちの心にも響きました。それはシーズン最多安打の世界記録を打ち立てる3年前、シアトルの小学校を訪問した時のこの言葉。グラブやスパイク、バット、それはお父さんやお母さんが買ってくれるもので、必ず大事にしてください。自分で磨くことによっていいプレーができるようになります。道具の大切さを語ったイチロー選手に抱きついたのはライアン君。このシーンはシアトルタイムズの一面を飾りました。それから3年後、訪ねてみると大好きな野球を続けていたライアン君。ちゃんとイチロー選手の教えを守って道具を大事にしていました。 If you kept taking care of your gloves and equipment and bats and stuff。イチロー選手の言葉は子供たちだけではありません。働く大人たちの子供にも。こちらはより質の高い会議を企業などにレクチャーしている高森さん。イチロー選手の言葉はビジネスにも使えるといいます。イチロー選手の言葉っていうのはすごくシンプルでストレートだと。成果を上げようとか結果を出そうとしている人の心にストレートが届くんじゃないかな。そこでビジネスでも役立つイチロー選手の名言を教えてもらいました。アンダだけでなく凡打も僕を磨いてくれた。成功や失敗っていう概念にとらわれずに全てが自分を磨いてくれる要素であると。プレーだけではなく言葉でも人々を魅了するイチロー選手。メジャー通算3000本安打達成の時にはどんな名言が生まれるのか注目です。いや、ビジネスシーンでも参考にされるこのイチロー選手の名言、宮城さんどうですか。そうですよね、我々も取材していてね、こういう言葉を言うかっていうことがすごくありましたけども、やっぱり一つ一つの積み重ねが一番大きいかもしれませんね。それを毎日欠かさなかったイチローの凄さですね。継続は力なりですね。はい、以上、というのでした。